どうしたんですか、軍務長。ああ、君たちか。先の戦いで鉄巨神が大破しただろう。その影響で遠隔で管理していた自立型レウニスが命令を聞かなくなってな。よくわかんねえけど、それって大丈夫なのか。ああ、うちの技術部の連中を送ったからすぐに状況もわかるだろう。その自立型レウニスが必要なの？もしかして戦闘があるとか。そうではないから安心してくれ。コロニーラムダは今エーテル採掘に注力していて。なんだ坑道の崩落との通信が。何？すぐに向かう。各隊の編成は済んでいるか。全て終わっています。では先に向かっていてくれ。わざわざ顔を出してくれたというのにすまないな。軍務長、僕たちも手伝います。体温頼めるか。はい。地盤は安定していたはずだ。一体何が。おい、あれ見ろよ。あそこが崩れたんだ。あ、モンスターがいるよ。エーテル濃度が高いところにいた奴らがここまで出てきたのかもしれん。早く行こう。まっすぐ行ける場所ではない。回り道をしていかねば。レウニスがあんだから、それでパパッと終わらせられねえのか。レウニスの軌道には各隊トップの許可が必要だ。緊急事態だってのにのんきなこと言って。お前たちはここで待機だ。二次被害を想定し我々だけで進む。ですが軍務長。行動口の補強を終えたら一部撤退だ。他は衛星部隊と連携し怪我人の手当てに当たってくれ。この命令は特別措置だ。責任は私が取る。各隊にもそう伝えろ。はっ。さて君たちだが。大丈夫です、任せてください。わかった、すまないが頼むぞ。誰か聞こえるか。助けに来たぞ。あ、軍務長、無事です。全員生きてます。どうやら奥で作業していた者は少数のようだが、無事でよかった。地盤にしてもこの支えにしても崩落を起こすとは思えなかったが、潜んでいたモンスターどもが脆くなった岩壁を破壊して出てきたのか。掘削でより濃度が高い場所につながり、そこにいたモンスターが動き出したのでしょう。エーテルが見つかるのは嬉しい限りだが、今は救出を急がねばな。まだモンスターがいるかもしれない。気を引き締めていこう。ああ。どうにか片付いたようだ。レウニスに乗っていたからか、大きな怪我はなかったみたいだな。不幸中の幸いとでも言うべきか。ともかく皆が無事でよかった。体温、いや君たちには助けられた。ありがとう。いえ、軍務長の指示があってこそです。ああ、判断が早くて対応も迅速だった。私はこれぐらいしかできないからな。ラムダの皆も、そして君たちも自分のすべきことを分かっていたから崩落から仲間を救えたのだ。感謝してもしきれない。それにしても近くの場所でエーテルが安定して取れるなんて羨ましいよ。うん、つい最近うちの部隊の調査でエーテルを採取できることが分かったんだ。豊富な資源があればコロニーも安定するだろう。エーテルが足りてないコロニーは多いって聞くな。なくてはならない資源だと皆も分かっている。失ってしまう前にどうにかしたいという気概をラムダの皆が持っているのだ。ところでお前たちの旅はどうだ。旅ですか。お前のように強い意志で前へ進む人間が羨ましい。そう思うことがある。そんなことは。軍務長ってのはそれだけで大したもんだと思うけどな。グレンのカムナビや噂に聞く白金は確かに強いだろう。だが私は
彼らのように単身で道を切り開けるような男ではないよ。それはほとんどの人がそうだろう。私の弱さは私自身が一番分かっている。あの日ナミやお前を失ったことで思考を放棄した。責任の所在を誰かにぶつけようとした弱さを失政官につけ込まれてしまった。あ、これは失って気づいたことの一つだ。皮肉にも失わなければ私は私の中にあったあの感情を知ることもなかっただろう。聞きたくもない話を聞かせてしまったな。そうだ、君たちには礼をしなければな。後で軍務長室に来てくれるか。待っているぞ。さて、君たちに礼をしたいと思うのだが。俺たちは見返りを求めて手を貸したわけじゃないさ。ま、そうだな。そんなのは別に期待してねえよ。しかし、そういえば自立型レウニスの話は落ち着いたの？動かない理由がわからないと報告を受けたばかりでな。あの崩落を見た以上、今以上に万全を期したい。そのために自立型レウニスは必要不可欠なのだが、こちらに戻すこともできないのでは使うに使えない。つってもな、何から何まで君たちに頼むつもりはない。崩落の際に力を貸してくれただけで感謝してもしきれないというのに。失礼します、グム長。自立型レウニスの件で報告が。何か進展があったか？はい、どうやら起動したらしく。そうか。一度軍務長に見てほしいと。使えるかどうか判断を仰ぎたいようで。わかった。というわけだ。来てもらったのにすまないが行かなければ。自分も行きます。太陽、まあいいんじゃねえの。乗りかかった船って言うだろ。邪魔はしないからさ。それならいいだろう。わかった、ついてきてくれ。こんなことしてる暇なんてないんだがな。すまない、僕の勝手で。あ、いや、責めてるんじゃねえよ。僕にはイスルギ軍務長に大きな借りがあるんだ。だがそれを抜きにしても手を貸したくなる、そんな人なんだ。おそらくラムダに住む兵士たちはみんなそう思っているはずだ。コロニーに軍務長に思い入れがあるのはいいことだと思うな。確かにそれはそうだろうな。どうしたんだ？おい、大丈夫か？軍務長、あのレウニスいきなり動き出して。何？俺たちに向かってきやがった。自立型は私たちを襲わないよう制御されているはずだ。すぐそこからだ。俺たちがついてきてよかったじゃねえか。軍務長は下がっていてください。ここは僕たちが。何を言う、私も戦うさ。見ているばかりでは示しがつかないからな。行こう。暴れて手がつけらんねえ。おい、何する気だ。奴らの動力源を叩く。どうやって？型をつけるぞ、タイオン。はい。危ねえ！
行け、体温撃ち抜け。やるじゃん。さすがだな、太陽。イセルギ軍務長。終わりだ。君たちには助けられてばかりだな。ありがとう。何か礼になるものを。でもどうして自立型レオニスが襲ってきたの？再起動の折、無差別に敵を攻撃するよう仕組まれていたのかもしれない。そういうことか。強制的に再起動したことにより別の命令が呼び起こされたということだな。そんな。この件の詳細は技術部に調べてもらうとしよう。必要なものとはいえ危険を伴う以上慎重にならざるを得ない。さて、君たちにはやはり礼をしなければな。言っただろ、見返りを求めてやってるわけじゃないって。だがそれでは私の気が済まん。大きな借りもある。そう言われてもな。何かあるか？何かって、それなら一つだけ。ああ、何でも言ってくれ。お前にも迷惑をかけたからな。もう一度あなたと共に戦いたい。何？僕の進む道が間違っていないとあなたにも知ってほしいんです、軍務長。太陽。そうか、私には軍務長としての仕事もあるからな。常に共にいることはできないかもしれない。だが私もラムダも太陽の、いや君たちの力になると誓おう。必要になったら遠慮なく呼んでくれ。どこにいようとも駆けつけよう。ありがとうございます、軍務長。私も君たちに負けないよう研鑽を積まねば。コロニーラムダはこれからも発展を続けなければならないからな。そういうことなら俺たちが手伝ってやってもいいぜ。さすがにそこまで君たちに頼むわけには。もう仲間じゃないか。仲間に頼るのは悪いことじゃないだろ。そうか、仲間か。君たちはとんだお人よしだな。なんだ、手伝うってのにその言い草はよ。いや、大はない。いざとなったら頼らせてもらおう。いつでも、いつでも声をかけてください。仲間に恵まれたようだな、太陽。